倉本和弘の平安貴族とは何か第2回目ですね。第1部の後半。えー、道の常に未来を見ていたというところですね。今日まさにあの、その、倉本通訳ツイッターで、実はこの帯やめてほしかったという危ない勝負師の話と、えー、それからこの常に未来を見ていた、この2点が、えー、明らかになります。今日は一部の第4章、第5章、一部の4、5、6。娘の解任危害に決死の産経権力を恐れない者をこれちか。 それから常に未来を見据えての、えー、3つを見ていきたいと思います。この前出てきた、要す、ね、九条とこの絵ですね。今日この絵、このさん実は出てきますね。この絵さんの松江、えー、が出てきますね。この絵次郎と、それからこの絵信弘が出て、信忠が出てきますね。えー、道のと天皇家。今日関係がありそうなのはこの辺と、この辺りですね。少子との関係、えー、ここですね。 このりですね。こちらで言うと、停止それから彰子。これまだここがつながっていって、えー、あの方にで,できることもできる。こんな感じですね。解任祈願のための、えー、金プセンで、えー、観光4年1007年8月の、えー、金プセンですね。金プセンで、吉野の山奥ってめっちゃ山奥なんですね。 大台ヶ原に近いですね、ほとんど。もうほとんど大台ヶ原です、これ。大峰,さん大峰さんの、えー、山の三条ヶ岳っていうのは。で、えー、そのもとにはお寺があるんですね。現在でもあります。で、えー、そこは女人、現在でも女人禁制だそうです。で、登るにはものすごく苦労するんで、私も行こうとは思いません。あの、大あの、蔵元さんになれるのはほんまあ、大変みたいで、えー、途中なんかこう、鎖でこう、ぶら下がる人して、こうやって、か行かないかんとこがあって、めちゃくちゃ大変やと言ってました。 42歳の時に、えー、行かはったみたいですけども、私はもう、えー、そこから、えー、さら、あのー、めっちゃ時間が経ってしまったので、そ、そもそも最初から無理だが、もう、もう,もう無理だな。彼は超徳4年と観光8年にも企画していて、まあ、蝶徳4年っいうのは、あのー、これから、えー、頑張ろうかということで、観光8年は、ちょうど道長が絶、ぜ,ぜ絶頂の頃ですね。 で、えー、金プセに、えー、出世を祈願する貴族たちついうのは結構昔からおったと。で、えー、諸徳年山その、えー、お礼参りやったんじゃないかと。ただ、企画だれにやったのは、結局、忙しくて、その頃、道長は政務の中心に立ってたために、忙しくて実現せずと。で、観光年にわざわざこう、行ったのは、少子の解任祈願であったと。えー、いうことですね。で、えー、道長の悩みとしては、 あの、少子にこ子供ができない。これが道長の大きな悩みであったと。で、実は一,一千年、長方二年、えー、定子が亡くなってます。で、定子が亡くなった後の一条の高級ですが、えー、実はあの、なかなかややこしいこなんですね。定子が亡くなった後の、えー、高級なんですが、道長は、ここをこういうふうに入れたわけですが、 また、少子は実は、あの、だいぶ若いんですよね。だから、えー、その合間を縫って、この人が入ってきたわけです。で、もし、ここに子供ができてしもたら、どうなりますかと、ここよりも先に、ここよりも先に子供ができたらどうなりますか一応、厚康親王はおりますが、道長にとって、ここができる前に、 こちらができちゃうと、この敦也親王はこちらしなくなって、これもこれも、えー、ないんで、後見は薄弱であると。そうなった場合、えー、あるいは敦也親王を挟んでこちらの方に行くかもしれない。とにかくここに王者ができたら問題ですね。なんせ、秋光というたら、まあ、金道の息子であって、父あの藤原家としても、えー、道長と遜色ない血統である。さらに、秋光の母親は皇族であると。 養天皇の孫に,孫にあたるだから、えーかえー、秋光は陽性天皇のひ孫に、早にあたり、えー、なおかつこの元子は、えーまあ、秋光の妻、森子内親王、妻、村上天皇の皇女であって、いろんな面で実は秋光って道ながら上回っていて、能力以外は多分上回っていると。まあ、秋光言うたら、えー、三拍子、役満というか、無能で高齢で。 えーまあ、野心が強いという困ったおっさんであるわけですが、実は、えー、家柄が高いという、これは、これもまた厄介な人物ですね。道のにとってはものすごく厄介な人物です。もし、元、え、氏、ー、の間に王女が生まれると、もう道長政権は終わっちゃうわけですね。秋光は、秋光政権なわけです、今度は。秋光が、えー、天皇の後継者として、石灰になるだろうと。 だから非常に焦ってるわけですね。観光7年12月、明卓、解任します。観光4年ですね、これ。え、12月に解任します。だからまあ、この金プセンで報われたわけですね。で、あの、厚康新能っいうのは、基本的にはまあ、こういう関係で、ここが厚康ですけども、原子対策として、 えー、一応、道長はこの厚安を少子の、えー、に養育させてました。ところが少子会員ともに、道長厚安を放り,放り出すわけですね。貢献をやめると。まあ、危ない賭けであると。いうふうに言ってます。だから、この、おそらく道長が危ない勝負師だったっていうのは多分、こっから来てるんでしょうね。まだ、会員したらパッと辞めちゃう。いや、上司やったらどうすんのとか。 つか、まあ、しょっぱな、大体女子から来ます、あの女子から来ること多いっすよね。つか、まあ、いきなり男子とかとあるけども、まあ、女子がから来るってこともあるし、あるいは死産したらどうすんのとか、当時やったら、亭主みたいに、えー、まあ、出産時に死んじゃうとかいうこともあるよね。しゅで、出産時に死んじゃって、つか、あの、死産してし少々死んじゃったりしたらどすんの厚保との関係はやっぱり大事にしようよと。 いうのが、まあ、我々、まあ、あの、普通はそこであ、あの、厚安という、一応リスクヘッジをかけておくもんなんですが、道長はそれを無視して、もう前のめりに、もうこれで行くで、道長はその爆地に買ったわけですね。こういう厚安をずるずるやっていたら、話は受けにやこしくなってくる。ところが、厚安はパッと切り捨てたんで、あの、少子はぶち切れても、 えー、少子は、ああの厚は、まああの、ずっと少子もよくされてるわけですが、道長も敦安は面倒見ないよと言うて、少子の怒りを買ってるわけですよね。彰、まあ、子、ええー、やつやんと思ったわけですけども、まあ、それは2歳から養育してたら、それはあの情は移るわなーと、えー、いうことで、まあ、少子はいい人であるというのは揺る,揺るぎませんが、少子がさん、えー、の,、えー、あの立体師にやたらこだわったのは、 まあ、上映ってるんだろううなという話ですねで旅の行程から見本気度。うる五5月より、えー、三宅精進、100日間の調査あの、魚食とは食わずに1日1食の、えー、精進料理を食べるという、めちゃめちゃダイエットできそうですね。横江市で笠置寺に参見などしていて、で8月2日、京都出発。 道長の土見門大津な、鴨川の西側にあるんでえ、道長の家の東側にはもうすぐに鴨川あるんです、そこからもう船出したら、そのまんま船で楽に行けるわけですよね。船でずーっと行って、で、淀川、まあ淀、これ極端にだったら、まあ、あの、一番手っ取りバック行こう思ったら、淀川をずーっと下って大阪湾に出て、そこから山本川を遡ったら、道長は一歩も歩かずに、ほとんど歩かずに、あの、まあ、つける。 けども、えー、彼は船を使わずに、須ク門で、まずお祓いをした後、須坂工場南にずーっと下がっていって、羅生門から出ていくという正式なルートをたどっています。で、えー、大安寺、えー。奈良市の南の方にあります、えー。大安寺。JR 沿いですね。JR 沿いにあります。えー、JR 沿いにある大安寺。七世紀建立の勇者ルジーンなんですが、そこで道長は、 まあ当然、ダイアンじゃあの道長様が来るっつんで、世代人が来るっつんで、大騒ぎして、もてなそうと、かまよらげですが、道長はいやいやいや,や、いらねえんだよと言って、門前で寝ちゃうという、ちょっと強情っぱりっつうか、そういうところを見せてます。俺はあの今から金プ線にもう出るんだから、そんなもてなしてもらんでもええや言って、門前で寝ると。観光年8月11日、名分を。 今日ずつに刻印しちゃってるんで、すね彼はでこの8月11日前後っはずっと雨が降っとるんですね、秋の長雨ですね。現在の9月頃ですから、秋の長雨でずっと雨が降ってる。それやったらまあちょっと雨が止むまでまったらさそうなもんなんですが、道長さんは強行します。なんせ、8月11日と狂筒を打っちゃってるわけですから、なんとしても11日頂上に登らなきゃならないと。 で、えー、標高1714メートルと非常に高いところにあるね。大台ヶ原のちょ,ちょっと南、あの、北で、北にあたりますね、これ。もう本当大台ヶ原は違うなってくると。いうことで、まあ、もともと雨も多いところで、紀伊山地。うん、去年だったらこれ待っても雨はやまないですけどね、多分。どういうふうに言ったのか、えー、金峰神社。吉野の、これも南の方です。だから多分、道長は吉野を入って、吉野からずっと南の方に行って、 金峰神社に入り、そこから尾根を縦走するルートを通ったんだろうと。大変な難所みたいですね。登山靴とかが必要というふうにも書いてありました。登山靴でもしんどいようなところ。岩には、なんかあの、釣りがね岩には、鎖がこうぶら下げていて、その鎖に捕まって、こうなんとか登っていくと。そういうようなところであって、ロッククライミングですね。そこのところ、僧侶や人足を連れていくわけです。で、その一人、閣雲というボンさんは、 えー、帰京直後の 10, 10月に亡くなっています。去年55歳。やっぱり、えー、しんどかったんですね。道長も42歳。かなり疲れたはずです。道長8月11日に頂上に到達しています。これはもう、何としても11日ゃないかならないわけですからね。大仏戦時というお寺の、えー、脇出しはの前に教頭と外場を、えー、まあ、埋めています。教頭を埋めて外場立ててます。 で、これどうも、共産所を埋めた初めての例であって、で、これ以降、流行するんですね。現在のところでは、この共産所に埋めたという事例は、これが初めてであると。で、この後、まあ、道長がやったと。その結果、少子に子供が生まれたと。道長の映画が始まったということで、流行していて、で、あちこちに京塚とか京が峰という、えー、地名がつくのは、ここに京を埋めた場所に、 人,らが人々が京を埋めた場所にそういう地名がついていたということで、京塚や京神などの地名の、まあ、そっちったら道長であると。京筒を埋めた場所っついうのは、実は、割合最近発掘が行われて、えー、そこから大量の土器が瓦家が出てくると、瓦家が。で、片側黒くすすげるんで、これはおそらく豆苗皿で包まれたもんだろうと。だからまあ、豆苗皿をこうずらー並べて、そこの火をこう、えー、炊いたんですね。 で教頭自体は実は江戸時代の元禄四年に出土しています。ちなみに、えー、京都国立博物館のサイトから、えー、拝借してきました。えー、これ、E 国宝ですね。E、えー、国宝で京都国立博物館、現在は、えー、所蔵になっている、えー。所蔵自体は金婦神じゃないです現在、京都国立博物館にきと、えー、帰宅されているという、この国宝、藤波千近藤筒、教頭。これにいろいろ書いてあるんですね。そこに観光4年8月11日というふうにか、えー、最後に掘り込んであると。 いうことで、あるのです。これ e、E 国宝という、E 国宝という、えー、サイトから、えー、拝借してきました。で、まあ、これ、は保存が悪くて、供述自体が出てきたんですが、保存が悪くて、まあ、いろいろと問題が起こっているです。何を奉納したのかと。で、8月11日をて、むやみやてらに長い。それから、えー、メモあのまあ、これ、メモを元にせず、あの この二道漢方形は基本的にメモを元にせず、道長の記号で書かれていると。ただ、この場合、帰ってからまとめて書いたのか、それとも現地持ってって書いたのか、という問題が出てきますが、実質を見ると、これがあるんですね。このシミが。これシミなんですね。で、このシミが候補にまあに印刷されているわけですが、これは、あの、えー、四文閣出版から出ている、 陽明草書陽明草書の緑は完白期です。私はこれを全館する九9万円で買いました。このシみから見て、あのー、これ、愚中歴を持っていったんだろうと。現物の愚中歴を現物持っていったんだろうと。あの、8月9日上にでかいのがあるらしいんですが、私,は,私は,はどうも3日上のところにでかいのがあります。3日上にでかいので、そこからどん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 高値さが、あのー、真ん中にどこまでかっいて、こういうふうにして、あのー、少しずつ下がってくるね。 要するに、濡れたところからこう巻いてますから、そこのところに染みがついていったと。だからこれはおそらく、この染みから判断して、道長がこの愚中歴を現,あの現地に持ってって、えー、雨に濡れてこうなったんだろうと。ここの箇所は素の大きくないですね。これここの箇所ですが。そういうと、どれだんというところがあって、で、私の想定ですが、平安貴族の2月は、これ講演録、つうか、あの、ラジオの番組を、 文字起こしたものなんですね。だから実際に文字起こししたのは、多分、いや、喋ったものを文字起こしてもらうことあるんですよ。私も、私もあります。で、その時に文字起こしてくれるんですがね、あの、ちゃんと文字起こしてくれて私とか送ってくるんですが、その時に、まあ、あの文字起こした人の書き方というか、そういうのがあったりとか、まあ、喋ってる時あの、その辺雑にパッパッといっちゃうんで、 そういうところでいくつか、んというのが実はあるんですよね。これ、あの、この本、こ,、えー、この、えー、本見てると、ん友の時々あって、この辺。例えば、ー、8月9日上にでかいシミがあるというのは、どう見ても3日上にでかいシミがあるんですよ。えー、っと、ちょっと現物見てみまえー、見せてみましょうか。現物。観光4年の、観光4年8月。 これ観光用の8月3日帳なんですよ。ここは。で、一番でかいのはここなんですね。で、9日じゃないですよ。3日なんですよ <laughs> で。3日からこうやって分かれて、あの、でかいのがドコーンついてる。それを、まあ、この本では9日とか言ってるんで、うんという。ちなみに私の場合は、まあ、多分、 クラモスさんはこれ、あの、つうか、喋るときに2種類、多分大きい方、人に2種類いて、あの、私の立命館大学時代に古代書を学んだあの山尾喜佐先生っいうのは、全部、あらかじめ書くことを全部書いて、それを覚えて、そのまんま喋るらしいですね。だから、こういう人が、あの、そのまんま、あの、えー、文字起こしすると、きれいにビシッといくわけです。 で、多分、倉本先生もそういうふうにビシッと決めて、えー、非常にわかりやすく喋ったのたかな。私がちなみにやると、尻思議滅裂なんですよ。<laughs> あの、文字起こしたものやったら、俺らに言ってるんだろうと。だから、ほぼ全部自分で書き直しますね。あの、2回ほど、あの、文字起こしをした経験ありますけども、文字起こしをしてもらった経験ありますけど、 全部自分で書き直しました。それはやってないんじゃないかな自分で書き直すの。そのままパッシたらもうそれでビシッと行く。多分そういうことじゃないかなと思います。だから時々、んって間違いがある。喋ってる時には結構さらっと間違いがありますからね。それがそのまま残っちゃうと。と裏書きはこちらか。これ裏書きですね。 じゅ裏書き、こうずらーっと、えー、これ全部ですけども、えー、やはりこのシみがついてますね。で、この裏書きに僧侶に送ったかですね。盆僧、まあ、あの、えー、特に役職のない盆僧には、着抜けさ。七僧には、報復、高下さ。その他の僧には、殿い装束を与えてると。で、七僧への不正。で、生かす空白と。ここに七僧への不正ってあります。で、ここに空白があります。どこと。 裏が映ってますから、ここまで空白なのね。こんな気分空白があります。この空白はえ一体何なのかというと、えー、多分数量忘れたんじゃないかと倉本先生は、えー、想定してあります。一数の不正と書いて、何か忘れたと。あまあ忘れた。で、盆栽には米2個やと、自中量をくそで米100個。盆には米2個を与え、 それ時中の総工量として、まあこれは現地の大仏戦時に送ったですね。えー、には米百国を。これを持ってきてるわけですよね、つまり。で、さらに、根で法華経一部を奉納し、他に魅力経や、えー、共通常間違えてるわ。魅力や阿弥陀経、般若心経などを、えー、まあ奉納してます。僧侶の顔ぶれ、孔子は、先ほどすぐに、えー、孔子はすぐに亡くなっちゃった格音大僧図。 えー、彼は比叡山の、えー、旦那流の祖と言われて、原神の弟子にあたる高層中の高層ですね。樹願寺は上、えー、長大宗旋、彼は幸福寺、えー、山品寺の別途を務めています。マクランウ氏九段には、えー、非常に背の高い、えー、ポンさんとして、あの、調子の坊さんとして、えー、話題に出てきています。そういった人々が、えー、参加しているわけであって、まあ、県密の高層、県行や密教やらいろんな、 えー、構想がこう並んでる。これは、なと取り物をさず、これは国家行事だったと。一種の国家行事だったと。要するに天皇の、えー、子供の解任祈願ですから、これは国家的なんですね。蔵王権元の、えー、ご在所に灯籠を立てて上等教室とあります。で、女房、これ性質のですね、の教授もできてます。まあ、女人禁制なんで、臨死の教を持っていったんだろうと。ただ、源の年方。 もつれ、ついていってます。だから、ということは、この源利方は、明氏の兄、つまり、源孝明の息子ですが、この利方は、まあ、明詞との関係で、道長の側近、中の側近ですね。もうずっと道長にあのひっついて行動してます、この源利方さんは。もう同行してます。だから、明氏の今日も出てたんじゃないかただ、臨死がもむかもしれないので書かれてないというふうに書いてありますけども、 臨死と名氏の関係でそういう関係なのかなという気もちょっとふとして、臨死さんは名氏さんのことやっぱり鬱陶しいのかな。多分それはないと思うんだけどな、という気がします。供養が終わると特徴じゃないすぐに下山していると。もう供養が終わると、いや、例えば、あの、普通なら三上や、職房に泊まって翌日お参り。 あるいは現在やったら、動画温泉から一気に登る。これは結構あの、サッカーがきつい。どちらにしろ、えー、動画温泉で泊まって、そこからスタート。一気に行って、というのは考えられるけども、基本的に道長さんは、えー、普通に成功法で行って、供養が終わるとすぐに行けた。もうそこでと、泊まろうよというね、えー、泊まらないですね。忙しいから。とにかくはや、あのー、終わったらもう、そっとと帰っちゃうと。えー、いうことです。 道長広穂コンパイス。えー、元禄4年、164年に取材してます。でこれ、道長が奉納と判明して、再度埋められましたが、その時の見方があるかったので、水に浸かって傷んでしまいましたと。で近年、再度掘り出して、現在は京都小栗作物館と後藤美術館などとありますけども、えー、慶応義塾センチュリーアカオコレクションにも一,あの一部行ってます。京都名文や京の字などは、実はあの道長の字筆らしくて、 で、意外にも綺麗な字であると。これ、あのー、結局、緑関白キの筆がものすごく雑なのは、自分か、まあ、せぜより道が読むぐらいというふうに考えてはるから、もうカッカッカッと書いて適当に書いてるんだろうけども、この道の実は綺麗であると。まあ、道なんてあんまり字はあの綺麗じゃないというふうに言われてるんですが、まあ、特に緑関白キは雑なんですが、これは意外にも綺麗に丁寧に書かれていると。 で道長は8月14日に帰宅したです要するに3日間で、金プ線から大田原中学からですね、そこから、あの、京都まで3日で帰ってきたわけですね。で、しばらく日記を書いていません。えー、42歳道長にとっては、えー、まあ当時の42歳っつうのは、えー、現在42歳に比べるとだいぶ年であ,あるんで、多分疲れたんだろうと。コラモスさんも42歳の時に、えー、金プ線に行かはったんですね。 その8月、えー、で、帰って、えー、京都に帰って、よあのこの御堂漢泊期、陽明文庫にて御堂漢泊期の調査をやってたというふうに書いてあります。で、えー、その時も非常に疲れたと。えー、いうことで、だいぶ戦時の、えー、まあ、三景の話ですね。はい。ということで、一旦話を切ります。あの、秋光の目の原子。はい が一条天皇に気に入られていたらしいですけど、これ、原子が子供を産んだ場合に、王子を産んだ場合に、厚安親王がおるのに、こっちの王子の方に皇位が行くことあるんですか、皇太子が行くことは。まあ、なかなか難しいよね、一条の次はおきさだ親王で、そのおきさだの、えー、東部に厚安を建てて、その次に厚,厚明親王で、その次あたりにこちらが回ってくるという感じになりますよね。 明美さんもいないですね、そのころ。年でしょ、もうこの人。今年ですね、死んで、あのそうですね。ただ、それができると、ここはもっと遅くなっちゃう。<laughs> つうかここ、もうここそうなると、ここは回ってこない、まあ。少子が男の子を産めば、一切の問題は解決するわけですね。そういう問題は。 まあ原子と少子の両方に子供生まれたら、それこそ明美と道長の殴りやけども、この場合、道長は定識ですからね。だから少子が子供産んだら、もう全ては解決ですね。うん。何、その後の荷心が。もう中忠になってますしね、少子の方が。うん。少子が子供を産まないと、逆転される可能性がある。うん。浮上してくる。まあ、道長と明美。まあ、普通に考えたら、明美はが先に死ぬんですが、 えー、道長もいつ死ぬか分からんし、どうも体弱かったらしいし、秋水は多分体感じゃったんでしょうね。秋水の母親が皇族やとか、妻が皇族やとか、そんなやっぱ関係あるんですか藤原と木姫よりは、あの、秋子女王の方がやっぱり偉いかなとか、源の林氏よりは森子、あの、静止内心度の方が強いかなとか、 ぐらいですかね少子の子供が生まれるんで、やっぱり国家行事になるんですね。天皇の子供ですからね。で、坊さんたちも引き連れていくわそうですね。大量の坊さん連れて行ってるみたいですね。一緒に登るんですか一緒に登ってます。だから、あの、でその大仏千字まで行って、そこで、あの、度胸お興味ですね。工事、受願士などこう、ずーッとなんかこう、 祈祷の針をすするわけです厳密なエラ屋さんたち、ついていくんですかついていくんです。まああのこれは告用意ではついていかないといけない。<laughs> 道長が言われたら、ついていかなきゃいけないでしょう。